今回はエブラハム・リンカーンの人を紹介します。エブラハム・リンカーンはアメリカ合衆国の政治家弁護士で第16代大統領です。奴隷解放の父と称賛され、アメリカで偉大な大統領の一人と言われています。そんなエブラハム・リンカーンの子孫がトム・ハンクスさんです。トム・ハンクスさんはアメリカのハリウッド俳優で映画監督です。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。